つもありがとうございます。パーソナルブレイクで T24 さんですね。はい、クロームホビーを一つです。で、今日ね発送した明日着となります。まあ一度ね、この店長が開封して YouTube に動画アップして、でお手元に製品が届いて確認しての一巡をねしていただけると、こうあなるほどねってなると思います。レギュラーは最後にチェックします。青ウェーブですね。はい、ゴンサロさん75シリですね。通常の青だと150で、ウェーブだと75に。あ、ルーキーですからね。ファンダイク。ファンダイクさんは店長、張り手のイメージしかないです。ペドリ。あ、青ウェーブ。あ、じゃない、グリーンウェーブ。はい、トニークロス。なぜかグリーンは99、通常も99で、ウェーブも99なんですよ。インサートはアラバさん。まあ、約箱1ぐらい。キラキラ。アマドさん。この丸い粒粒の場合はシリアルがあります。ちょっと砕けてる場合は、シリアルがあります。ルカックさん。ラバ、あ、サインだ。あ、ペペ、あ、ペペこっちのペペだ。はい。いいっすね、メペさん。渋いっすね。ポルト。あれ？あ、ルーキーのペペはもうポルトじゃなかったっけ？ペペ、お二人いるのじゃ。ねえ。いいっすね。はい。ダニアルベスさんとかペペさんとか2015年ぐらいのパニーニさんの製品だとね、あーってよく聞いてましたけど、もう今や尊敬される大先生さんですよね。はい、ティンバーさん、サインも丁寧ですね。はい、2枚パターンですね。カントーナさんのゴラッソと、青のまたラバダ。はい、ルキですね。こちらはシリアルがないですね。うん。はい。スカルビーニっていう。スカルビーニ。S 読まないのかな？ちょっとわかりませんけど。ルキが2枚。青ですね。青。はい、こちらもルキですね。で3枚目、あ、森場さん、うん、彼もどうなんですかね。2003年生まれ、2002年から2003年生まれぐらいがすごいこうわちゃわちゃしてますよね。ここねここの若手がいい、生きのいい若手がいっぱいいるっていう。パープルか。はい、ブランコさん、ミッドフィルダーレアルだ。2000年生まれのミッドフィルダー、うん、ルーキーなんですね。ようやく一軍に上がったっていう意味なんですかね。 A チーム。はい、サネさん、ちょっと店長わかんないですけど、若い子はもうねすぐ上がってきますけどね。テイラーさん。はい、ということで一応ね、サンヤペペさん。で、こちら、レギュラーカードを仕分けします。ルーキーのパラレルは全部で5枚出ました。まあまあだと思います。5枚も出れば。しかも、シリアルと、シリアルが2つ絡んでますんで。で、こちらはもう、あとは、レギュラーとルーキーを分けるだけです。メッシいました。目当ての選手も、その、レギュラーで出るかっていうと、2.5 箱1くらいですんで。なかなかこう、ね、メッシのレギュラー引けないと。普通にありえますんで、クリロナメッシュが出れば全然 OK だと思います。
ムバペさんも出ましたね。ムバペさんもサインしてくれるのかな、どうなんでしょうね。エクスクルーシブでトップさん結んじゃってるからファンサービスはどうなんだろうっていう話ですけど、エランガさん、ね、森場さん、はい、ということで終わりました。はい、箱1であるサインパラレルオートのペペさんでした。はい、ポルトガルの、もうポルトガルですよね、うん、ね、丁寧なサインです。はい、ということでこちらでね今日発送いたします。またチャレンジしてください。ありがとうございました。